こんにちは。こんにちは。連日のようにお届けしておりますマッスルグリルラジオ。ラジオ。はい。ラジオですか。ラジオ、まあ。ラジオ感覚で聞いていただけるとねありがたいですよね。今日は何やらスマイルがいろいろみんなに教えてくれることがあるということで。はい、承認欲求出していいですか。お願いします。マッスルグリルとしての承認欲求。マッスルグリル。いやこれは個人としての承認欲求も若干入ってくるかもしれない。若干入ってくる。はい、あそれは楽しみだ。はい、めったにないんで、ね。そうですね。今皆さん何が行われてるか分かってますか。この日本でいろんなことが行われると、だ結局、はい、みんなが知ってることなんて大したことじゃないわけでしょ。もっとやべえことが裏で行われてる。いや違います。違う。一般的に行われてることですよ。ちょうどね、多分今撮ってる時はまだなんですけど、多分これ放送してる時はもう大盛り上がりじゃないですか。お相撲ですよ。お相撲。はい、相撲が好きなんですよ僕は。なるほど。もう皆さんね、もう知ってる方いらっしゃると思うんですけど、スマイルは相撲に関してはめちゃくちゃ詳しいです。だって車でね、両国のあたりフラフラしてるともうちょんまげまいてる人ほとんど名前言うの。何々さんだ、何々関だ、えっ、ー、っつって今のって分かんないあの体の特徴と出身地まで言いますからね。いやすごいよないやまあすみません、自分相撲大好きだったんですけど、まあ、自分が一番好きだった稀勢の里関横綱になったんですけど、ね、あの引退しちゃってからですね、まあ、あんま見てない時期があって、まあ、ここ特に 1,2 年くらいはそこまで見てないかな。じゃあ何、稀勢の里さんはいつから存在を知ってたの、はい、スマイルが何歳の時から。いや稀勢の里存在自体は結構昔から知ってますよ。朝青龍とかに勝ってた頃から知ってるんで。だけどやっぱり注目しだしたのは大関ぐらいなったぐらいですかね。何年前ぐらい、2010何年だろう。ちょっとすみません、そこまではあれなんですけど。じゃあスマイルが20代前半ぐらいの頃ね。そうです、うん、20代前半です。前半の頃からちょうどね、まあ、第2次第3次かな、大相撲ブームってのが起こったんですよ。あ、そう。はい。それってちょっと俺で当てていい、はい、その時の横綱、はい、朝青龍でしょ。違うんですよ。マジで、はい、その前、あとっす。あとか。あ、あと、はい、ってことは白鵬ってこと。白鵬です。白鵬長いですから、横綱。朝青龍とも被ってますからね。はい。はい、二枚見合いのやばい相撲がありましたからね。そうですね、はい。白鵬が横綱になって、春馬富士が横綱になるかならないかぐらいの頃ですかね。あの時も何、第3ブーム、第3次ぐらい、第2次って言われてるのかな。わかんない。でもわかんないです。まあ、昔からブームはあれなんですけど、まあ、若鷹時代に。そうそうね。うん、それはすごいと思う。若鷹が終わって、うん、まあ、その後やっぱ外国人力士っていうのがずっと、はいはいはい、ね、うん、まあ、あけぼの、うん、はい、あとまあ武蔵丸、うん、でその後は朝青龍か、うん、はい、で朝青龍がちょっと強すぎちゃってですね。そうだよね、うん、なんか俺もそんなイメージがあった。はい、憎たらしいほど強いと、うん、でまあ若干ちょっと熱は落ちたかな。で、あと、まあ、いろんな、ね、大相撲問題がございましたから。そうそうそう、はい、そういうのもあったわ。そういうのもあってですね、まあ、若干お客さん離れちゃったと、うんうん、そういったところで一時期低迷していたんですけれども、うん、まあ、白鵬がもうその時代もずっと一人横綱でですね、大相撲を牽引していてですね。で、まあ、きっかけは、やっぱり、稀勢の里、琴奨菊っていうのが、二人大関、ポーンって出て、うん、これは日本人あり得るぞと。おー、はい。はい、ちょっと待って、まず、大関っていうのは、どういう立場なんですか。大関というのはですね、横綱の次です。何かで例えてもらいたい。何かで例えるとですね、元気さん。え、じゃあほぼ日本一ってこと。そうです、そうです、そうです。元気さんもう少し横綱じゃないですか。あ、それはプロになったらってこと。それとも日本一になったら横綱、プロになったら、まあ、プロになったらにしましょう。ああ、なるほど。ちょっとすみません、全然違うんですけど、あ、まあ、今ちょっと自分がしっくり来ねえよ。いや、俺の中では、はい、フィジークでファーストコールに呼ばれるのが大関なのかな。あ、じゃあすみません、ちょっと説明最初からしていいですか、うん、お相撲こう階級があってですね、はい、一番下が序ノ口。序ノ口、はい、はい、はい、序ノ口ってそこから来てんの。そうなんですよ。うわ、なんでそこ言わねえんだよ。どんだけ自己承認欲求弱えんだよ。いやいや、俺だったらそこで、それをまず言いたいよ。ちょっと待ってください、これちょっともうこれ序ノ口すぎて。そう、逆に、はい、逆に初めて聞いて、すいません。はい、序ノ口ですね。はい、でその上が序二段。序二段で、これ大相撲っていうのはですね、場所っていうのがすみませんありましてですね、はい、今ちょうど9月場所ですよ。東京国技館でやってますから。で1月が国技館、うん、で3月が大阪、5月が東京、7月が名古屋、9月が東京、11月が福岡、うん、で全部都市ですね。そうなんです、うん、
で、あの東京国技館は3回やりますから、うん、あとは名古屋、大阪、うん、福岡ですよね。あれ名古屋と大阪が逆かな、すみません。で、うん、その間は巡業ってなってます。各地回って北海道から沖縄までっていうのは一応試合をしてるってことですか。ですね、場所とは関係ないんで戦績には含まれないんですけど、まあ、お相撲さんがガチじゃないって言ったらあれなんですけど、まあ、盛り上げると、うん、地元を。なるほどね。で、交流会やったりとか。ああ、それは知らなかった。テレビでやってますか、はい、それ。やってないです、テレビでは。やってないんだ。はい。あと、しょっきりって言って、ちょっとコントっぽいことやったりとかですね。あと、相撲ジンクって言って歌歌ったりとかですね。いろんなことやるんですよ。すごいですね。はい。それ知らない人多分結構いると思うんですよ。そうですね。はい。で、場所っていうのは15日間行われるんですね。うん。はい。で、まあ、日曜日から始まって2週間後の日曜日が千秋楽って言って、一番最後になるんですけど、序ノ口、序二段、三段目、幕下っていうのはですね、7回お相撲を取ります。15日間のうちに。はい。はい、で、まあ、勝ち越したら番付が上がって、負け越したら下がるっていう感じですよね。うん、まあ、3勝4敗だと負け越し、4勝3敗だと勝ち越しみたいな。J リーグで言うとあれですか、その、プロリーグで言うとそのあれですよね。はい。そういうことです。そういうことですよ、うん。はい。簡単に言うと。それで、まあ、どんどん勝っていくと、階級が上がっていくわけですよ。はい。で、階級が変わることによってですね、服装が変わったりとか、袴が変わったりとか、柔道の帯みたいに。そうです、そうです。かっこいいですね。はい。履物が変わったりとかですね。いろいろあってですね。ああ。そう。それで、幕下と十両っていうのが、うん、まあ、ここ大きな境目で。幕下と十両。はい、はい。で、十両の次が、幕内、うん。で、幕内の中にいます。大関横綱。なるほど。でかい。そうです。ところで言うと。はい。で、それがテレビでやってる人たちですよね。ほとんど。それ以外はテレビに出てないってこと？出てないですけど、朝からやってますから、お相撲。で、大体テレビ NHK、まあ、NHK が基準になってるんですけど、はい、まあ、早くても3時とかですよね。で、3時だと、ま、十両の後半とかから始まります。で、十両幕内に関しては15日間全部取るんですよ、お相撲。うんうん、で、15、全勝優勝っていうと15勝0敗ですよね。うん、いや、そこと序ノ口が戦うことはないってこと？ないです。ないんだ。ないです。どっから、あ、その3つで分かれてんだ。2つですね、言ってみたら。幕下以下と十両以上。なるほど。で、十両も、幕内と戦うことは、まあ、ほぼないです。ほぼない。十両の中で優勝が決まります。十両優勝と言って。で、幕下と十両の大きな違いっていうのが、関取と関取じゃないんですよ。だから、お相撲さんなんですけど、うん、関取って言われてるのは十両以上。うん、だから、例えば、白鵬のことは、あんま横綱って言いますけど、じゃあ、例えば誰にしようかな。じゃあ、沖縄海。沖縄海関って言うんですよ。うん、関取なんで。あ、なるほど。はい。沖縄海関って言うんです。だけど、まあ僕がこの前じゃあお会いした両国店で、はい。大日堂さん。大日堂さんって言うんですよ。はい。十両じゃないから。テレビ出てないから。というか、まあ十両以上じゃないから。関取じゃないんです。でも、力士。なるほど。同じ力士ですけど、関取っていうのは、何々関。で、関取になると付き人がついて、給料100万以上もらえるんですよ。月給。で、なるほどね。はい。大井町って言うんですよ、こうやって。ピッて。はいはいはい、はい。ちょんまげの。はい。でも、関取じゃない人は、こういうちょんまげです。あ、そっか。はい。両国でよく見るもんです。そうです。これは、まあ、オフの時はみんなこうなんですけど、うん、お相撲、その土俵立った時もこうなってます。重量以上の方は。それで、だけど、幕下、ここ、ちょっと変わっただけで、勝ち越して重量になること、負け越して幕下落ちたことあるんですけど、結局これで給料が0か100か。0円か100万か。はい。給料なしですから。幕下以下は。基本的なね、月給は。うん、で、付き人を今度つかなきゃいけない。で、先輩のお世話しなきゃいけないし、もう本当に、まあ、ここがプロと天野さんですね、うん、言ってみたら。でも全然待遇が違うわけです。体格が違う。待遇が。あ、待遇が違う。はい、待遇が違うんです。じゃあ結構競争率はマジで高いんですね。ここのは熾烈の争いみたいですよ。だからまあ、まあ、昔そういうのが、八百長みたいなのがあったりとかっていうのは、うん、結局、重量同士で、まあ、幕下に落ちないように、はいはい、星を分け合うと、はいはい、たださ今聞いた感じだと強いものはより強くなれる環境に行けるってことだから、これひっくり返っちゃうとなかなか難しいんじゃない。そうです ね, ねうん、だからまあずっといる人はいることが多いかもしれないですね。うん、そうだろうね。ずっといけない人は、まあ、行けずにっていう人は多いですね。これはなんかに似てると思った俺。何ですか？全日本ボディビル選手権大会12位以上ですか？あれはなかなか変わんないから。トップ12には変わんないですから。4、5年変わらないよね。あ、そうですか。なっちゃうと。それもあるし、スエさんなんて何年間いらっしゃるんだろう。あの人がいない限り、あの人の代わりは入ってこない。はい、はい、はい。だから、すごいですよ。だから、うん、今、その幕下と十両の間で、狭間で、まあ、十両いけるかって言ってるのが、寺地真一さんですよ。ああ、とか、井上博士とかね。
あ、そうですか。うん、井上弘さんもそうですか。寺地真一さんの自分によく合いますから、この前。そうですよね。寺地さんは、はい、俺もう、ボディービル始めた次の年ぐらいから知ってます。あ、そうですか。はい。会うたんびにですね、あ、井上さん怖いね、逆に。いや、もうすごい方なんですよ。でも僕みたいなものに、井上さん名前出してくれてありがとうございますって言うんですよ。マジですか。いや、もう寺地さん勘弁してくださいって。土下座ですよ、こっちは。いや、こっちは。で、寺地さん、ぜひちょっと一度、ボディービルのことを聞きたいんで、はい、もう、あざみも、もう、寺地さんのこともよく知ってますし、はい、ボディービルのこと本当お話聞きたいんで、一回マッスルグリル出ていただけませんかって言ったら。ボディービルと言ったら、オーソドックスですよ、寺地さん。オーソドックスの、はい。もう、多分考え方から、体の作り方から、そのトレーニングの仕方から、うん、ベーシックなんで、はいはい、皆さん多分すごい、勉強になりますよね。勉強になると思います。いやいや、僕みたいなものがって言うんですよ。だから多分、そういう人は、やっぱりもう自分の世界だから、そうですね。なんとも思ってないのよ、周りに。うんだからもういや寺地さん怖いなと思って逆に確かに怖いですよ、またちょっとこれ名前出しちゃったんで今度会うの怖いですよでも尊敬しますから自分も寺地さんすごい、はいはい、もう本当にね寺地さん優しい方で、はい、もうあの気は優しくて力持ちってい う, もう絵に描いたようなそうだ、ねはい、本当真面目な方でですねでこの前もアジア選手権優勝したんですけど、うん、おめでとうございましたらいやいやもうレベルが低くてみたいなもうすごい謙遜がすごくて僕の階級だけレベルが低かったんです他の日本人選手は本当すごいんですよみたいな僕だけ全然すごくなくてみたいなのを言うんですよいやすごいですね、はい、本当すごい方なんで、はい、だそうですね、うんはい、で相撲で言うとね、はい、寺地さんが寺地さんがだからねあの、うん、大関じゃない、はいはい、重量になれるかっていうところなれるかっていうところがねそうそれで、まあ、重量の上が幕内、うん、で幕内っていうのはまああのもう本当にテレビに出てるお相撲さんたちですよね、うん、で幕内の中に幕内前頭、まあ、16枚目とかから始まるのかな16、15、14、13って始まってって前頭筆頭の上が小結びですねで小結びの上が関脇ですねでその上が大関もう大関以外は分かんないねこれまあそうなんですよ実は小結、うん、関脇までっていうのはあのポンって、まあ、言い方これあれなんですけど、うん、慣れる可能性があるんですけど、うん、大関と関脇の差ってものすごくまたそこに差があるんだ差があって大体3場所でノルマが33勝か34勝以上って言われてるんで、まあ、だから10勝以上を3場所ぐらい続く10勝だと足りないか11勝以上かを3場所以上続けたりしないと大関になれないんですよじゃあ大関がいっぱいいることもあるのあります、うん、あります勝てばいいんだもんねとりあえず勝てばいいです勝った人が100人いたら100人大関だし逆に勝てなかったら大関5人ぐらいになっちゃうってことだよね大関は少ない今は一回なっちゃうと何大関はずっと大関のままだ大関は例えば次の年20回しか勝てなかったなったらどうなのかなですね一場所ずつなんで大関は2回連続で負け越すと陥落って言ってあ、はい、角番って言いますね角番の大関ですって先場所負け越してますん で今回も負け越すと大関陥落関脇以下になっちゃうとうで逆に大関が横綱になるにはまあ大体それもノルマなんですけどまあ、2場所連続優勝ですね、大体。ああ、総合優勝。はい。うん。そうですね。それがどれだけ難しいかってことなんでしょう。それがどれだけ難しいかというとですね、まあ、琴奨菊関がですね、2016年かな、かなんかに優勝したんですけど、それまで10年間日本人が優勝できなかったんですよ。ああ、なるほど、ね。もう白鵬と、まあ、白鵬ですよ、ほぼ。はい。まあ、だから一人強い人がいたら、もう次、むずいよ。そうです。一人も圧倒的に強いやつがいたら、結局その人が、まあ、全勝優勝しちゃったらあれなんで。これ結局ボディービルと一緒じゃん。鈴木雅史さんがいるから。その前は、ゴードさんでしょはい。その前、田代さん。はい。って感じでしょそうです。で、次、今回横川さん長いですよね、多分。多分長いね。だから、その人たちがみんな外国人っていうような感じです。なるほど。はい。だから、まあ、あんまりね、外国人、じゃあなんで日本人じゃなきゃダメなんだっていう、いろいろ意見あるんですけど、うん、やっぱりまあ、日本発祥の国のね、お相撲ですから、うんやっぱ日本人を応援したいっていうのはね、日本人としてあっておかしくないだけど、ね、モンゴル相撲があるぐらいだからね。そうなんですよ。モンゴルだって、オスの相撲取りの世界でしょ？モンゴルは強いんですよ。しかもモンゴルって、あれっすよ。大帝国だったんですよ、昔。はい。全部、もう一番でかい領土を、これもあっちゃんの授業で学んだんですけど、はい、はい。どれだけモンゴルがでかかったか、そして強かったか、はい、そして恐ろしかったかっていうことについてなんですけど、うん、日本もやばかったんですよ。はい。日本はたまたま嵐が来て、あの船が沈んでくれたから助かったんですけど、うん、あの日嵐が来てなかったら俺はモンゴル人ですからね。ああ、はい、はい、はい。あ、それにしての話行こうなんです、相撲で。はい、はい。
あの、十両から紋付き袴って言って家紋の入った袴着れるんですよ。うーん、でこれなんか都市伝説みたいなやつなんですけど、うん、じゃあざみさん家紋ってあります？あるよ。あります。あのあざみ家ってあざみの花の家紋があるから。あ、本当ですか、うん、じゃああざみさんが十両になったらそれです。え、マジで？そうです。超かっこいいじゃん。かっこいいですよね、うん、でも多分自分もあるんですよ、井上家の家紋って。でそこで困るのが外国人力士なんですよ。あ、そっか、ないからね、はい、ないんで、うん、大体そうすると親方の家紋つけるんです。はいはいはい、はい、まあ、親方っていうのがいますからね、師匠が。必ずお相撲さんは部屋に所属してますんでね。だけどあの白鵬は、うん、あの宮城の親方って、自分ちょっと知ってるんですけど、はい、宮城の親方の家紋つけなかったんですよ、うん、で何につけたかというと北条家の家紋つけたんですよ。北条家、はい、北条家ってあの元寇って多分モンゴル帝国襲ってきた時に北条家帰るようにしてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ちょっと入ってきてたんだ。じゃあ入ってきたんですよ。うわ、すごっ。入ってきた時に北条家がちょっとこれわかんないです、あの都市伝説ね、めちゃくちゃ詳しくないんで、うん、あの歴史のね、すいません、あのことあんま詳しくないんですけど、はい、北条家が、まあ、モンゴル帝国をあの返り討ちにしたと、はい、だからモンゴル人にとってはすごくあの憧れ、憧れじゃないんですよ。じゃない、あの要はなんていうんですか、縁起が良くない家紋なんですよ。あ、北条家っていうのは、はい、なるほど。あの要は日本人にやられてますから。いや、これモンゴルの人は知ってるけど日本の人知らないと思う。そうなんです、うん、知らないと思うんです。で、なんで白鵬がモンゴル人にとってあまり、要は、あ、分かったかもしれない。分かりました。なんすか。モンゴル人を破りたいから。そうなんですよ。その時、朝青龍が圧倒的に強かったんですよ。だから朝青龍を倒すために北条家の家紋をつけたっていうんです。なるほど。で、結局横綱になってからは多分、決定戦では負けてんのかな。多分白鵬負けてないんじゃないかな。朝青龍に。本場所で。これってさ、はい、どの競技でも言えることなんだけど、1位取る人ってズバ抜けてるよね。そうですね。何なんだろうな、あれ、うん、みんなが一生懸命やって、一生懸命みんなね同じようなことやって、なんで大差で、大体大差じゃない？そうですね、うん、今とか特にそうですね。そうだよね、ほんとね。まあ白鵬って今まあもう34歳ぐらいかな。あ、意外と近いんですね我々と。そうなんです、うん、だけど21ぐらいの頃から横綱ですか。あ、そうなんだ、はい、だってよ、ってことはあの時俺が見てた白鵬も俺と同じぐらいの年だったってこと。そうです。すげえ、花山薫みたいだね。花山薫ですよ、本当に。でも白鵬もね、まあこれ知ってる人たくさんいると思いますけど、本当に細くてちっちゃくて、ああ、はい、で、もう誰にももらって、どこの部屋ももらってもらえなくて。え、そうなの。そうです、唯一もらってもらえなかったらしいですよ。そんでもう、君は行くとこないから帰りなさいって言って帰ろうとしたけど、なんとかその宮城の親方が拾ったって言って、うん、ダイヤモンドだったわけですね。ダイヤモンドです。でもあの白鵬のお父さんっていう人はあのモンゴルで初めてあのオリンピックでメダル取った。あ、そうなんだ。レスリングの銀メダリストかな。なんでそんな血筋で。そうですよね、じゃあもう元々強かったはずなんですね。元々強かったです。で結局今193センチぐらいのかな。で100何キロ、160キロあるんですかね。急に遺伝子が爆発したんだ、その年。爆発したんでしょうね、うん、確かにそれはすげえな。白鵬はやっぱりね、俺多分近くで見たら動けなくなると思うんですよ、恐怖で。ああ、そうです、ね、もちろん優しい方だとは思うんですけど、はい、いざじゃあ白鵬に檻に入れられて、はい始めろって言われたら多分みんなね動けなくなっちゃうと思うんですよ。動けなくなりますね。っていうぐらい強いだろうね。そうですね、うん、テレビ越しでもたまに怖いもん、顔怖いですね、うん、格闘技のゴミさんもそうなんだけど怖い顔のつき方してるよ。あ、そうですね、顔つきが怖いってありますから、ね、ライオンとパーツがこうなんか似てると怖く見えるらしい。嘘っすよね。いや、ほんとほんとほんと、ライオンの顔はもう生物的に怖いところに怖いようについてるんだ。へえー、あ、じゃあ位置がちょっと似たりするんですかね、目とか。そうそうそう、だからにらめっこしたら最強ライオン。にらめっこって笑わせですか。あ、そうかそうかそうかそうそうそう、そういうのがあってさ、相撲はそうか。じゃあ結構あれなんだね、その知れば知るほどあの人たちがどのような葛藤の中でやってるかっていうことが分かるわけ。そうですね、だって俺一回俺両国でパトロール行った時さ、はい、ボツになってボツになったけど、はい、お相撲さんいっぱいいたじゃん、はい、いや、すげえ緊張感というか。ああ、そうですよね、怖っと思ったもん。でかいっすよね、でかいしピーピーしてるじゃん。うん、ピーピーしますね、うん、パシチュアピーピーしますよね。そう、本当にね、私の生まれ育った町はもうお相撲さんだらけですから、うん、なんかね、それを感じますね。舞の海に抱っこしてもらった記憶あるんですよ、よっちゃん。すごいね。はい、舞の海ね、くるくる舞の海、舞ちゃんつってここにね、シリコン入れた。それ本当なのかね。本当そうです、ありますよ、これポコって。それが良しとされちゃうんだから、びっくりだ。体重、あ、身長制限がありましたから、昔は身長、身体測定ね、舞の海身長が足りないっつってここにシリコン入れて
今は背伸びが OK になりましたから。あ、そうなんだ、はい、いやそれやっちゃったらさ、俺よく言うんだけどさ、はい、手術で手を2メートルぐらいにして水泳やったらもう1位になっちゃうんじゃないかここにあれつけてですよね。そう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 、ピヨン指でもいいよ、指5メートルぐらいにすればとか。あとなんか面白い人がいて、はい、陸上競技って頭から入ればとりあえず胸だっけ、頭だっけ、あ多分胸じゃないですか、胸か、はい、胸だったら無理なんだけど、もし頭だったら首をね100メートル伸ばせば1位取れんじゃんって。あ、これちょっと、そう言ってた。首100メートル伸ばせないんでしょうね、でも。たぶん。嬉しくないっすよね、あと。まあ嬉しくない。特化しすぎだからね。移動してないから、なんなら。移動してないっすね。移動とはってなっちゃうよね。そうっすね。まあそんなんでね、そういうことをしてまで、あの人はね、そうなって大成功してるからね。大成功してますから。うん、で、最近ですね、やっぱジム両国行くんですけど、はい、お相撲さんめちゃくちゃ多くて、で、これ本当嬉しいんですけど、マッスルグリルみんな見てるんですよ。それ嬉しいね。はい。で、自分ツイッターとかでいろんなお相撲さんから連絡いただいてるんですよ。マジで？はい。で、この前も、その第二指導さん、道のく部屋かな？あ、スマイルノイさんって言っていただいてるんですよ。もうお会いしたかったんですって、もう私も言ってですね。で、写真撮ったら、ほんと、木瀬部屋っていう、まあ、うちの近く本当にあるんですけど、大志龍さん、合龍さん、浦さんっていうですね、3人の方は、僕たちも写真撮ってくださいって言ってくれて、で、三浦さんと一緒に撮れなきゃしたんですけど、5人で一緒に写真撮ったんですけど、で、しかも浦さんなんて、みんな知ってますよね。まあ、今、その浦関じゃなくなっちゃったんですけど、今も関取じゃなくなっちゃったんですけど、怪我してね。要はレスリングもともとやってて、小兵力士ですよね。身長はちっちゃいんですけど、めちゃくちゃアクロバティックな技をやる。え、もう一回言ってくれる名前。裏知ってますよ、知ってますよ、もうみんなこうやってやる人ですよね。こうやってやる人ですよ。あれやばいっすよね、はい、ガタイもかなりでかいもんね。でかいっすね。じゃあ急にでかくなったもん。急にでかくなりました。あの人知ってんの？あの人は要はこの前もう見てくれって、自分はもう浦さんだと思ってた。マジかよ、俺も浦さんはファンですよ。はい、ずっと分かってたんですけど、この前向こうのから声かけてもらって、で嬉しくて、それは嬉しいね。で、浦さんに写真見せたんですけど、自分4年前に浦さん好きで写真撮ってもらったんですよ。あ、そうなの？これ覚えてますか？いや、覚えてなかったですか？そうだよね、浦さんは知らなかったのもね。そうですね。でもそういう出会いっていっぱいあるんだろうね。そうですね、うん、だからもう本当そういう意味ではね、もう良かったと思います。いや、それ羨ましいな、はい、俺で言ったらね。いや、でも俺もあったんですよ。あ、ちょっともう話変わっちゃうんだけどさ、はいはい、その本当うちの近くのね、そのホテルで、はい、ね、沖田さんっていつもコンテスト一緒に出てる沖田さんとさ、たまにホテルビュッフェ行くのがさ、はい、朝飯、はいはい、で その時に体操競技やってたんですけど、当時もう俺が夢中になってテレビ見てた時の選手がいっぱいいたんですよ。あ、要するになんか飛び田球で体操競技やるのにそこのホテルに泊まってたみたいな、はい、はいはいはい。その時はね、声上げたね。ああ、嬉しいっすよね。嬉しすぎて。今すぐ見せたんですか？見てなかったです。あ、それ見てないです。え、だけど俺が高校ここ出身で何々監督でって言ったらチケット2枚くれたんですよ。はい、ああ、マジっすか。はい、それで俺見に行ったんですよ、うん、それはなんかいいですね。いやー、でもそれより嬉しいだろうね、スマイルの場合は。いや、見てくれてましたから、うん、むしろ自分はね、声かけたかったっすよ。だけどまあ、自分はトレーニング中ね、やっぱ、なんだろう、あんま嫌じゃないんですけど、うん、まあ集中しやってる、まあ、当然ですね、そこ、うん、はい。だから、やっぱお相撲さんなんてもうね、もう、その命なわけですから、うん、なかなか声かけられないって思ってたら、向こうから声かけて、うん、帰ろうとして、帰り際にですね。はい、すごいですよ、空気読むところもすごいですね。はい、全然もう向こうも何も気にしないふりをしてくれてたんですけど、その第二指導さんと最後写真撮ってたら、あ、僕も撮ってくださいよみたいな感じで言ってくれて、うん、いや、もう本当嬉しいですって話したんですけど。それはすごい、俺も嬉しいです。はい、うん、そうですね。スマイル、やっぱりその、相撲でね、育ってますから皆さん。そうですね。俺もよくね、スマイルの家の子行くんですけど、本当にお相撲さんだらけだし、今相撲を彷彿させるようなことがやっぱいっぱいあるんで、うん、俺もやっぱテンション上がるもんね。でかーと思って。そうですね、普通にすごいでかいんで、体がピアニストとかって分かんないじゃないですか、街歩いてね、そうですね、ギタリスト、ピアニスト、サッカー選手とか分かんないけど、分かるもんね。分かりますね。どっからどう見てもこんなですからね、うん、こんなでこんなですから、もう分かりやすいんですよ、はい。なんで別にその人が幕上だろうが幕下だろうが幕内だろうが幕下だろうが関係ないんですよ。関係、そうですね、こっちお相撲さん、はい、お相撲さんやんってなっちゃうんで。そうですね。なんかもう本当あれですね、なんだろうな、一つのね、こう日本のやっぱ素晴らしい文化とか、まずあんなでかい集団がねいないですから。うん、うん、最近は本当に大型化してるんですよ、 お相撲さんが。うん、確かに昔の見るとなんかね、それこそ筋骨隆々なイメージの選手が多いもんね。
あ、そうですね、いや本当昔よ、本当あの若鷹兄弟のお父さんの世代よ。はい、あの、うん、高野花、その高野花ですよね、はい、高花だ、あ、高野花か、高野花さん、はい、あの2代目高野花かな、あの人の世代なんてみんなね筋骨隆々って感じだもんね。そうですね、今のあれじゃない、レスリングの重量級ぐらいな感じなんじゃない。うん、そうだと思います。100キロ120キロぐらいだったんじゃないですかね、うん、千代の富士とかね。あの人はすごかったね、千代の富士。やっぱり千代の富士って言ったらマッチョ界ではもう英雄ですから。あのこれね、歴代横綱誰が一番強かったかみたいなのまたいいんですよ。いい、ね、お相撲好きの人と、はい、あれじゃないですか、コメントめちゃくんじゃないですか、めちゃくきますかね。来たら嬉しいですね。その要は絶対に測れないですからね、はい、ボディービルはまだあの、うん、フィルヒースと写真であれですけど、はい、絶対にできないことなんで、できないね、うん、もう本当にね、自分はね輪島っていうお相撲さんが好きなんです。めちゃくちゃマッチョな人ですよね。あ、マッチョですね、輪、はい、島も、はい、でまあやっぱりね、そこに必ず出てくるのが千代の富士、うん、貴乃花、まあ、朝青龍、白鵬、まあ、白鵬かでも、まあ、今やっぱ記録で見ると白鵬がぶっちぎりですからね。あ、そうなんだ。でもあのね、なんだっけな、誰だっけな、海王って言ったんですよ、昔。昔ってどれぐらい昔？30ぐらい？30ほどじゃないですね。うん、サンドゥは、あの、もう1800年ぐらい、ね。大正ぐらいですよね。そうですよね。うん、あの、海王はですね、まだ最近です。平成ですから。あ、そうなんだ。はい。あの、で、海王っていう人はですね、大関で、6回優勝してるのかな？多分大関界では一番です、多分海王が。6回優勝してるのは2回連勝できなかったからそうなんですよ。そうなんだ。はい、なるほど。そうです、そうです。だから、もうリーチかかったところで、うん、まあ、優勝できなくてっていう、はい。その時は誰が横綱だった？その時に、それが面白いのが、海王ってすごく長いお相撲さんで、うん、確か、6人の横綱と試合してるんです。だから、白鵬、春馬富士、はい、貴乃花、若乃花、明けぼの武蔵丸かな。それも完全にあれですね、デキスタージャクソンですね。デキスタージャクソンです。はい。はい、もう本当そうです。なるほど。まあ、あの人一回いい地位になってるけど。そうですね。それで、ちょっとすみません、違ったらごめんなさいね。海王は、が言うには、誰が一番強いかって言ったら。ああ、その人に聞けば一番強いんですよ。そしたら、もうぶっちぎりで貴乃花って言ったんです。マジで。すげえな、それは。はい。海王ってあの、破壊王って言われてて。ああ。怪我させちゃうぐらい近づいてるんですけど。なるほど。貴乃花の、あの、力はやべえって言って。あ、そう。はい。貴乃花ってあれでしょ、だから今、役員の人でしょ。もうあの貴乃花です、はい。もう今辞めちゃいましたけどね。あ、そうなんだ。はい、確かにあの、貴乃花さんの全盛期の体って、やばいもんね。誰ですか、若の、高野原さん。あ、高野原さん、ね、はい、うん。やばいっす、やばいっす。とんでもねえ体してたじゃん。とんでもなかったっすね。うん、高野原もだから、天才っていうか、もう、だって15歳で入門して、最年少記録、最年少記録で、で、若、お兄ちゃんとね、はい。はい。で、当時の好きなスポーツ選手ランキング、常に1位若野原なんですよ。若野原の人気なんですよ、はい。アイドルっぽいもんね。そうです。若野原、高野原が1位みたいなのが、ほんと多かったみたいですね。はい、だから本当に、だからその中でも結構千代の富士もちっちゃいんですけど、千代の富士が一番強いっていう人もいるんだ。いるんですよ。で、一個千代の富士にちなんだ話していいですか。はい、お願いします。自分ワンパク相撲大会って墨田区の大会に小学生の頃よく出てたんですよ。あ、俺も初ライブ出てました。あ、出ました。はい、ワンパク相撲大会ってどこの地域にもありますよね。はい、で、全国大会あるんですよね。ある。国技館なんですよ、全国大会が。ある、ある。はい、うん、で、墨田区なんでやっぱお相撲さんめっちゃ来るんですよ。うん。で、自分の友達が、ひろえちゃんって女の子いるんですけど、ひろえちゃんって超でかくて、自分の一個年上の女の子なんですけど、柔道とか一緒にやってたんですけど、もう、今、細い女の子なんですけど、当時すごいでかくて、うん、超強かったんですよ、うん。で、その子何かっていうと、そのさっき言った白鵬の宮城の親方の娘なんですよ。あー、なるほど。はい。だから、ちゃんこ食ってでかくなっちゃう。ちゃんこ食って、まあ、ね、お父さんお相撲さんだし、はいはい、部屋に行けばお兄さんたちみんな力士だし、うん、で、教えてもらってるし、で、超強くて、うん、で、いつもまあ優勝みたいな感じなんですけど、決勝戦で必ず当たる子がいて、うん、で、超いい勝負するんですけど、その子がめっちゃ細くて、可愛い子だったんですよ。うん、で、その子も、が強いんですよ。強かったんだ。超強いんですよ。で、それ後になって分かったんですけど、秋元梢さんっていう今モデルの、千代の富士の娘だったんですよ。マジで？マジで。だ千代の富士の娘と宮城野の娘がいつも試合してたんですよ。それもスマイルだけの情報じゃん。いや、でも、その時にいた人は知ってますけど、周りの人は、はい。あ、そうなんだ。全然知らないと思います。すごい綺麗な子だよね。すっげえ綺麗な。だ当時から、もう、自分も、うわ、あの子超可愛いって思うぐらい、モデルさんですから、今。じゃあもしかしたらよ、はい、格闘技やってたら最強だったんじゃないの？じゃないですかね。ね、はい。すごい話ですね、これ。はい、多分、秋元梢さんに関しては、
あの体格からして相撲とかやってないと思うんですよ。だけど、はいはい、お前出ろみたいな感じで、なるほどね、勝っちゃうんですよね。やっぱ、そういう血ってあるのかな。それで言ったら、浜口京子さんもボディービル出てますから。あ、そうですよね。アニマル浜口さんがミスター東京撮ってるんだけど、はい、京子さんもね、20代ぐらいの時出てますからね、ボディービル。ボディービルでも結構いい成績だね。いや成績わかんないけど、すげえ体してたね、うん。だって20代の女子って普通筋肉ムキムキにならないですよ、うん。どんなにやったって。すげえバリケーション。そっかそっか。じゃあ今とかの方が下手したら行くんじゃないですか。もっと行くだろうね、多分。うん、だから、美しさも兼ね備えてたんですよ、ボディービル的な。で、多分ね、そういうトレーニングもね、多分父から影響受けてやってたんだと思う、多分。はいはい、サイドレイズだとか、はい、ね、それこそポージングのためのトレーニングとかも、しっかりやって出たんだろうね。ヨガーっつって。おサイドチェストやれよつって。それ、コノアさんか。同じになっちゃった。そのような感じで。そっか、でも血はね、あるよね。血はあるよ、血は、はい。血だけじゃないんだもん、だって環境なんだもん、結局。環境もね、うん、大きいですよね、すごく。目指すしかないんだもん、うん。俺も結局体操やってたけどさ、やっぱ親の影響だもん、結局。はい。うん、結局なんだかんだ言ってもそうじゃん。うん、うん、そうですね。それはやっぱりそういうふうになっていく、うん、血じゃないんですよ。食育だったり、その環境だったりなんで、はい、血だけで煮るもんじゃないんだよね、これは。そうですね。はい、俺のめんどくさいとこなんかもう似ちゃってさ、もう取り出してほしいよ、もうどっか、もうなんか TNA からベッつって。パパっすか？めんどくせえとこベッつって。おろししたらすげえモテると思うんだよな。だからね、顔はね、母譲りなんですよ。この精悍な、綺麗な顔たち。あ、お母さん似てらっしゃいますね。はい。なんで、ありがたくいただいたんですけど、排除したやつよ、自我の部分。ペンつって。いや、マジでね、あざみさんと、あざみさんのお父さんとのね、会話が。いや、あざみ家と高橋家ってかくっついて、シャイニーあざみやってるんですけど、あ、対局なんですよ、もう。もう、光と影なんですよ、完全に。関係性で言うと。だから、俺にもそういう部分がやっぱあるんで、やっぱり影の部分はね、パッとね、こう、なんとかしたいですね。とにかく口が悪いんですよ、あざみ家は。そうですか。で、高橋家はめちゃくちゃ行儀だけ、もう行儀はすっごいんですよ。まあお母さん見る限りすごく上品ですね。いや、めちゃくちゃ厳しいんですよ。で、床とか、おばあちゃんじくピカピカすぎてビビるんですよ。もうワックスかけまく、もうわかんないぐらいピカピカなんですよ。ハプニングバーみたいになってます。下が。いや、わかんないけど。ハプニングバーわかんないけど。子供ながらにびっくりしたもん。ピカピカすぎて。それで庭もきっちり綺麗にしてるし、とにかくじいちゃんがすごいんですよ。そういう家と、もう、ブワーって、もういつも喧嘩しまくってる家が結婚して、これどうなったかって言うと、シャイに遊びに行っちゃったっていう。まあ、ね、血と環境は争えない。争えないですね。まあでも、相撲ですよ。俺もなんか今聞いたらさ、ちょっと競馬と相撲に興味が湧いてきたね。なんで競馬なんですか？自分競馬の話一切してないです。俺、競馬もちょっとね、掛け事じゃないんだけど、やっぱりその、あれもね、結局掛け合わせで歴代なんですよ。はい。なんで歴史があるんですよ、馬も。だからそこもすごいね、なくなって。ディープインパクトがね、なくなりましたから。なくなって。はい、なくなって死にましたからね。うん、でも多分、脈々と彼の遺伝子は受け継がれてるはずじゃないですか。だけど、これ結構、要は引退して、子供を作る馬になるわけですよね。うん、全然子供が走れないっていうケースめちゃくちゃ多いんですって。そうなんだ。多いんですって。だけど、まあ、最強は最強の遺伝子からなるパターンもやっぱ多いみたいですけど。難しいんだね。オグリキャップとかそうかな。全然子供あれだったかな。この前競馬場のさ、そういうの見たのよ。はい。そしたらもう昔の写真から今までの写真で生きてるんだけど、マジ馬めちゃくちゃ大型化してますよ。あ、そうですか。はい。筋肉が全然違った。でも確かにそれじゃあ相撲とちょっと通ずるところあるっていうか。あるね。やっぱ馬も近くで見るとかっこいいですよね。超ムキムキなんだけどさ、昔の馬はね、本当三国武双に出てくる最初に乗ってる馬あるじゃん。ごめんなさい、わかんないです。わかんないかもしれないけど、あんなもんで。こう見ますか？いや、もう、そんなに筋肉が大きくない。普通の馬って感じですか？うん。だから、ボディービルで言うと、本当に、こう、東京オープンで、1位か2位になれるような感じ。じゃあ、かなり絞れてるけど。絞れてるんだけど、でかいけど、そんなもう、オリンピアンサイズじゃないと。そう、で、それ本当に今、フィルヒースぐらいになってるぐらい、全然違うんだよ。やばいんだよ。これもう見ないとみんなわかんないかもしれないけど、すごい馬にもね、はい、濃い、よりよりよりで掛け合わせて、ここまで来てますから、それはさ、だってその歴史があるからじゃん。そうですね。その人たちが頑張って DNA 残しまくって、はい、よりよりよりハードにってやって、今の馬が出来上がって、うん、これを走るとこ見て、これお金とか関係なく盛り上がるはずですよ、そうですね、これは。はい。かっこいいっすよね。うん。人間は道徳的にそれができないんで、あるよね。うん、そうですね。
や、それをやっちゃったのが室伏さんですから。どういうことですか？室伏さんですよ。お父さんですか？はい、室伏さんのお父さんはあのそれですごいの作りましたから、うん、変なことですけど、その要はどうしてもね、子供を世界一にならせたいということで外国の方と結婚したっていう、そうですよ、ね、話がありますよね。狙い通り最強の男が生まれましたからね、はい、なんなら室伏はかっこいいな。室伏で今度一本やりたい。やりましょう、室伏対織田裕二。小池さん呼んで、はい、小池さん呼んでやるしかないでしょう、これは。だからまあね、正直あのもうあれなんですよ、相撲の話をするというとですね、30分40分50分じゃ済まないわけなんですよね、うん、あのいやもっとよ、はい、言いたいことあったら言って。いや、言いすぎですよ。だからあの一つこれあの見に行きません？行こう。はい、あのそう、俺ね一回スマイルが出てた時行ったことは一回だけ。ああ、それはあれですよね、あの国技館で格闘技のイベントですよね。すっごくいい雰囲気。あ、国技館ですよね、うん、もう広くてもうめちゃくちゃいい雰囲気、すごいんですよね。あの座敷でさ、はい、見てさ、そう最高だよ。席でもあの国技館の席の話でちょっと30分いけちゃうぐらい。いけちゃう。末席って言って高いんですよね。あそこあれ食べちゃいけないでしょ、物とか。食べていいんですよ。ピクニックあるよ、あそこで。いいです ね。高い、高いっすよ。あそこ、あそこ高いっすよ。いいじゃん、お金出そうよ。あそこ、三浦さんが行きたいって言ってたんですよ。あー、三浦さんとじゃあ、格闘技の人たちも含めてやったら。で、4人なんですよ、末席っていうのは。あ、4人しか座れないんだ。はい、じゃあもう3人、もうダメじゃん。もう1人じゃ呼びましょう、だからもう D さんか村田さんになっちゃった。D さんと村田さんでじゃんけんさせましょう。いや、それは申し訳ないっしょ。はい、あのじゃ行きましょう、今場所まだ多分ね、あのありますんで、はい、自分も楽しみですね。はい、ぜひ。というわけでじゃあ最後に、はい、スマイルから重大発表があります。はい、体力の限界。コメントで答えを、はい、ってください。、はい、じゃあまたね。ありがとうございました。